カーサ C-212 カーサ C-212 カーサ C-212 アビオカーはターボプロップエンジン付きのエストール中型輸送機であり民間軍用に向けにスペインで設計製造された C-212 はインドネシアのインドネシアンエアロスペース社でもライセンス生産された当初はアビオカーという名称で販売されていたがイーズカーサ社で 各モデル合わせて、総計471機の C-212 が2006年末までに、納入されたが、イーズ・カーサ社では2007年から2017年の間にさらに85機を納入すると言っている。イーズ・カーサ社は1998年から、スペインの対空照明を取った、c、C-212 から400型を生産している。c から型は現在、 インドネシアで生産されており、イアイは2008年からマイナス400系を生産する、準備を進めている。1960年代末になるまで、スペイン空軍はすでに時代遅れとなっていた、ユンカースジュ52とダグラス C-47 という、気用圧キャビンで、ターボチャージャーもつかない3発と、総発エンジンの2種類の輸送機を、まだ運用していた。カーサは、 C-212 を軽量で信頼性の高いターボプロップエンジンを装備した近代的な選択肢として開発し最初の試作機は T12 バイトの正式名で1971年3月26日に初飛行を行った1974年にスペイン空軍はアビオカを購入して輸送機材を一新することを決定した航空会社が C-212 の軍用機としての成功に着目したことでカーサは民間型を開発し最初の機体が1975年7月に引き渡された2006年8月時点で総計30機のカーサ C-212 が世界中の航空会社で就航している C-212 は箱型の胴体に固定式の膠着装置を持った高翼配置の航空機で 使用によって21から28名の乗客を乗せることができる。余圧キャビンの胴体を持っていないため比較的低高度を飛行する航空会社の使用に限られるが、これにより短距離や地域航空には理想的な機体である。C-212A、C-212 から5、C-212 から 500M 型としても知られる最初の軍用量産型。 スペイン空軍では T-12B と D-3A と故障。129機生産。C-212AVVIP 輸送モデル T-12、CC-212B 写真偵察任務用に6機の全量産型の C-212A を改装。TR-12A。 C-212C 最初の民間モデル C-212D 広報訓練用に2機の全量産型の C-212A を改装。で -12BNC-212 から1976年からインドネシアのイプトンでライセンス生産された NC-212 から200にモデルチェンジされるまでに28機生産。 カーサ c n 二百十二から二百0九百七十九年に導入された胴体を延長し、エンジンを定格九百 s h p のハネウェル t p e 三百三十一から1 0五百十一 c または五百十二 c にしたモデル。カーサ c 二百十二から二百は、その大きな内容積、高い上昇率、飛び出し用ランプを備えた大きなビブ扉で、 スカイダイビング用の機体としても人気がある。C-212-200M スペインで T-1-2D、スウェーデン空軍で TP-89 として知られる軍用モデル。このモデルから対戦哨戒機型と洋上哨戒機型が製造された。NC-212-200 イプトンでライセンス生産された C-212-200。C NC-212 から 200MPa、MPa 型。1987年から生産されている、標準生産モデル。エンジンを、定格 900SHP のハネウェル TPE-331 から 10R-513C に、プロペラをハーツェルプロペラ社製の複合材4枚ブレードから、ダウティロートル社製の、全金属製4枚ブレードに乾燥したもの。 ウィングレットと大型化された垂直尾翼のおかげで、性能は向上し、機種に追加された荷物質により200型よりも、流線型の機種を持っていた。追加の統合型自動操縦装置を含む、様々なシステムのアップグレードが組み込まれた。C-212M300 型軍用モデル C-212300 型旅客機26座席。 近距離旅客モデル C-212-300 型、多用途機23座席、民間多用途モデル C-212-300、P 型プラットホイット2カナダ PT6A-65、エンジンを装着した、民間多用途モデル C-212 から4001997年に、初飛行したアップグレードしたモデル。最大出力 925SHP の、 ハネウェル TPE-331 から 12JR-701C エンジンを装備し、機体のサイズと性能は基本的に300型と同じである。300型と比較すると多くの機器が洗練、改良されており、標準景気は4画面のロックウェルコリンズ社製の電子飛行景気システム、2画面の統合型エンジンデータシステムと、 完成紹介装置を組み込んだ汎用運数 -1、警備校管理装置を備えている。現在、この方はスペインでのみ生産されているが、アメリカ合衆国における民間での使用の認証を取っていない。スペイン空軍の C-212 から100、アメリカ空軍の C-41 エカーサ C-212 は、合計499名の死者を含める71機の、 機体喪失事故を起こしている。これは、事故発生率としては、高い数値ではあるが、一般的。出展、グレッグケーベル、カーサカーゴリフターズ、C-212、CN-235、ア CN ンド C-295、2011年12月25日閲覧。諸言性能武装。ありがとうございます。